はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、宮口です。今回の動画なんですけれども、シリーズ化しております、最後の動画ですかね。はい、スプラトゥーン2武器コレクションのですね、詳細レビューの、8回目になります。前回の動画でですね、告知した通りスクイックリーンのベータを今回は詳細にレビューしていき、詳細レビューですね、していきたいと思います。では早速ですね、中の方を、広げていきたいと思います。はい、まずはですね、こちらラムネですね。毎回同時、これで8個になりました。で、こんな感じでまたなっているので、テープのとこを切ってですね、広げていきましょう。はい、広がりました。今回はスムーズでしたね。はい、でまた本体と台座と、スタンド、あと別パーツがありますので、これも開けていきましょう。で、毎回言ってますけども、油断をせずに、ね、指切らないように、パーツ傷つけないようにですね、開けてください。で、こちらが本体ですね、なります。で、台座、ここがちょっと台座緩くなってるな。はい、台座ですね、スクイックリーンベータで、別パーツと、あとスタンドですね。ではですね、今回2回目ですので、早速この別パーツをですね、つけていきましょう。前回と一緒です。ちょっとアップにしようかね。はい、前回と同じようにここを切ってですね、ヤスリで削っていくという流れです。余白開けてください。で、切ってあげて、どうしてもね、これ造形上、造形っていうか、製造のこの、なんていうの、設計上ですね、ずれてしまってるので、つなぎ目がヤスリで合わせてあげるという作業がどうしても必要になります。そこまでこだわらなければ別にいいんですけどね。ちょっと見えるかな。あげます。では作業します。はい、でですね、今ヤスリかけてみたんですけども、若干ですね、こっちのパーツの真ん中部分ですね、お分かりいただけますでしょうか。白くなっちゃってます。これが前にお話しした肉が持ってかれるってやつです。ちょっと近くでやりすぎたっぽいですね。なんで白く残っちゃいました。で、右側の方はなるべくわからないようにしたんですけども、これ以上やってしまうとですね、この前のもうちょっといけるとは思うんですけど、ここのパーツの厚さがですね、なくなっちゃうんで、本当あと1ミリ削れれば、1ミリ、1ミリ以下だな、本当数 0. 数ミリこすれば消えてはくれるんですけど、時間の関係もあるので、今回はこの辺でしておきたいと思います。ではですね、早速これつけていきますね。もう一回アルファの方でつけてますので、サクサクっとやっていっちゃいましょう。これこっち側にちょっと合わせた場所で作業するのはなかなかやらないんですが、はい、これでパチッと。でこっちもですね、横に先入れてからパチッと。はい、でこれで完成ですね。はい、分かりました。で続いてですね、スタンドの方も切っていきましょう。
ですね。で、合わせてあげると、はい、来ました。はい、ですね。で、乗せていきます。はい、完成です。完成しました。ちょっとズーム引きますね。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、青と本体見ていきたいと思うんですけども、アルファのバージョンとですね、あんまり変わりはもちろんありません。まあ、ここの部分ですねが若干変わってるぐらいで、あとまあ色ですねになります。反対側もですね。で、まあ比較してみましょうか。こんな感じですね。まあ、構造は一緒なので塗り分けもおそらく一緒でしょう。はい、はい、したらですね、はい、ここですね、この部分との塗り分けですね。で、これも塗り分けかな、ここもね、塗り分けっぽいね。あと、ここ、先端も塗り分けになってます。で、青いパーツは、まあ、別パーツっぽいですね。この横の部分は、印刷なのかなになっております。はい、反対側もですね。はい、で、これはね不安定なんだよな。です。で、横のですね、重量に対して横にしていきたいと思います。はい、こんな感じです。いいですね。リカちゃんとスプラトゥーン2のポート入ってます。で、まあ、そうですね、回してみますか。ちょうどね、カメラを抱きかかえるような感じで今撮ってる。正面と、あと後ろですね。まあ、こんな感じになってます。で、アルファと比較して、まあ、アルファですねとベータと、あ、難しいな、やっぱこれ幅広いから。で、今まで撮ったものですね、全部並べてみましょう。順番にですね。はい、はい、こちらがですね、まあ、全体的に、並べてみました。スプラシューターからですね、スプラマニューバー、プライムシューターにプライムシューターコラボで、ホットブラスター、ホットブラスターカスタムで、スクイークリーンのアルファですねと、ベータというふうに、まあ、こんな感じで並べてみました。まあ、こうやって並ぶとですね、やっぱ、それなりの見栄えしますね。で、まあショーケースが、まあ、ないことはないんですけども、ちょっとこれをですね、うまく並べて飾れるようなショーケースないかというのをちょっとですね、後で探してまた
たいと思います。はい、というわけでですね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね、あと、コメント評価、あとはですね、ツイッターのフォローもぜひいただければと思います。はい、ではですね、ご視聴ありがとうございました。またですね、何か、いいものがあればですね、このような形でレビューしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたしました。失礼いたします。